Hi, how are you doing? I'm Dr. D, Pronunciation Director at Dr. D English. So today what I'm going to talk about through this episode is the linking and why such thing happens when they pronounce a phrase of English. So let's get started. はい、どうも皆さんこんにちは。Dr. D English 発音ディレクターの Dr. D です。今回のエピソードでお話しするのはリンキングに関してです。英語のリンキングは発声で解決ということでですね、その英語の声の出し方が分かれば、そのリンキングの謎が解けるといった、そういったお話をしていきたいなと思います。はい、それでは今回のお題ですけども、海外ドラマ人気ランキング、いつもナンバーワンに輝くこの The Walking Dead、こちらのワンシーンをちょっと取り上げてみたいと思います。まず、はじめにこちらのフレーズを聞いてみましょう。どうぞ。Do you want to talk about it? We need to start thinking about other options.はい、いかがだったでしょうか。どれぐらい聞き取れましたか。まあ、スクリプトが出てたと思うんですけども、そのようには聞こえたでしょうか。どうでしょう。はい、はい、それでは今回のフレーズをちょっと見ていきたいと思います。 Do you want to talk about it? であって、We need to start thinking about other options ってこうありました。はい、それでは今回出てきたそのリンキングですね、こういうものがありました。まず want to っていうのが wanna なる、talk about it っていうのが talk about it なる、で、need to っていうのが need こうなる、で、thinking about っていうのが thinking aboutこういう風になるっていう、まあこういった音のつながりがありました。それでですね、このリンキングなんですけども、これはですね、その英語の発声上自然と起こる現象なんですね。まず2つのポイントがあります。まずポイント1つ目が、喉の奥で声を響かせた状態で止めずにこう発音してるわけですね。で、2つ目のポイントが、その息の流れをできるだけこう遮らずに発音してるわけです。はい、常に息が口からこう漏れてる状態で発音してるので、こういった音のつながりというのが生まれてくるわけです。特にその単語と単語がつながって、音が変化してくるみたいなことがよく起こります。で、それをちょっと実感するためにですね、エクササイズやっていきたいと思います。まず軽くあくびをします。で、イメージはこういう感じです。日本語話してるときは口の前の方で音をこういう風に形作ってる。だから割とこうハキハキと、発音することができます。で、英語というのは、もう少し喉の奥の方、この辺りで音を作ってるっていう風にイメージしてください。だから軽くあくびをして喉の奥を開いた状態で、その喉の奥で、ハヘホヘホってこういう感じで発音してる感じですね。はい、そうするとこう日本語を発音しようと思ってもかなり滑舌が悪くなるわけですね。はい、あくびをして、ちょっと顎を落として口の中の空間をしっかり開いた、その状態でこちら発音してみましょう。はい、いきます。メンメンマン、はい、声を遮らないわけです。メン、この状態でも声を止めない。で、そのまんま次の M に行けますよね。声を止めずに。メン、メン、マン。はい。それの連続なので、こういう風な発音になる。マン、ミ、マン。マン、ミ、マン。みたいな感じじゃなくて、メン、メン、マン。メン、メン、マン。ずっと声は漏らした状態で、こう、口を動かしていく。はい。それで、ちょっと発展させていきますね。はい。まあ、意味は特に考えないでください。意味はないです。適当に音を並べただけなので、 One のこの N の状態から N っていうから One and Nice こうなりますよね。 One and Nice One and Nice One and Nice こういう風になってくるわけですね。声を止めずに、はい、息の流れを遮らず発音するとこうなるわけです。 One and Ice ではなくて One and Nice One and Nice こうなりますよね。で、その次行きましょう。はい。wanted to こうなんですけども、声を止めずにこれを発音してみます。wanted to、まあ、D の位置はもう取った時点で息をせき止める行為なので、これはしょうがないですね。wanted to wanted 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 to こういう風な発音になってきますよね。で、これが wanted to の発音ですね。wanted toI wanted to do that. はい、こういう風に音が変化してくるわけですね。はい、これは全部その英語の発声上起きる自然現象です。はい、喉の奥で声を響かせた状態で止めずに発音していることと、息の流れを遮らずに発音しているっていう、はい、もう要するにこのダダ漏れの状態で口を動かしている、そういう風な発音方法だからこのように音がつながっているっていう感じです。これがリンキングのなんていうか、原因ですね。はい、で、まあ、主なリンキングのルールみたいなものがあります。これは一応覚えておくといいかもわかんないです。はい、
まず1番目がその子音と母音の、リンキングです。まず1のこの最後の子音 N の音で、その次に母音が来た場合っていうのは、それはもうやっぱり声を止めずに発音するから一体化しますよね。 1 and って別々に発音せずに 1 and 1 and 1 and ってこうなりますよね。はい、その次 tip it、はい、この tip の p と it の e、 tip it tip it、はい、P の状態からそのまんま次の母音に行くから、こう自然と Tip it、 こういう風に音がつながってきますよね。 Tip it じゃなくて Tip it、 こうなる、はい、これが、まあ、あの語尾の子音とその次に、母音が来た場合の音の連結ですね。はい、大体このような感じで音がつながってきます。で、今度は子音と子音があの被った時ですね、例えば want の最後の t とその後に n が来た場合 nan、 まあ意味は考えないでください、ただ音を並べただけです。 one nan、 はい、この状態もそうなんですけども、 one one の n の状態でそこって t の位置でもあるわけですね。 one で、なるべくその声を止めずに発音したいので、このまんま次の音に行っちゃうわけです。 one and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 、 そうするとどうでしょう、結果的にこの one and のリンクしたバージョンの one and と want and want and のリンクした状態の one and、 一緒の音になるわけですね。 one and、 どっちも one and になるわけですね。はい、で今度はこっち見てみましょう。 tip pit、はい、これをつなぐと tip pit ってこういう風にはならないです。これだと息をかなりこう遮っちゃうじゃないですか。もう少しスムーズにつなげるとどうなるかというと、 tip でこの P の位置に行くわけですね。で P の位置に行って、その次も P だからそのまんまそれカバーできますよね。 tip だからあえて2回も P 発音しないわけです。 tip pit、はい、次の母音にそのまま行っちゃうわけですね。で結果 tip pit tip pit tip pit、 この場合も tip pit になるわけですね。これも先ほどの tip it の方の発音と全く同等になるわけですね。 tip pit、 こっちも tip pit、はい、tip it も tip it だし、 tip pit も tip it になるわけですね。はい、同じです、発音的には。まあ、こういうものがそのリンキングの、代表的なルールになりますね。子音と母音がつながったパターンと子音と子音がつながったパターン、はい、どちらもこんな感じですね。はい、それではですね、今回のフレーズでリンキング、解説を行っていきたいと思います。まずこちらのフレーズでした。 Do you wanna talk about it? Do you wanna talk about it? はい、まず Do you want toっていうのが Do you want の状態でも want の t 言ってますよね。 want って t の位置は取ってる、だからこのまんまも、次の母音に行っちゃえばいいわけです。 Do you wanna 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 Do you wanna、 そうするといちいち声を止めずに済みますよね。ストレートで発音できる、だからこういう風に音が変化するわけですね。言いやすいようになってるわけですね。 Do you wannaDo you want to? っていうよりも Do you wanna? って言った方がスムーズに発音できる。 Do you wanna? 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 はい、で、Talk about it の方ですね。 Talk about it Talk about it Talk のこの語尾の K が次の A っていうのと、つながるから TalkTalk なりますよね。 Talk で、その次 About tで T 行くけども、その次にまた母音があるから about it about it about it ってこういう風に繋がってくるわけですね。 talk about it で、結果的にこの talk about it こういう風な音になる。 talk about it 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 talk about it、 こうすると言いやすいですよね。それで、前半と繋げると do you wanna talk about it do you wanna talk about itで、最後の it の最後の t も t の位置を、取るけども、そんなに音は出さない。 Do you wanna talk about it? 一応下は t の位置に当たってます。ただ音的にはあんまり聞こえてこないです。 Do you wanna talk about it? Do you wanna talk about it? こういう音になってきます。はい、でその次のフレーズこちらでした。 We need to start thinking about other options. We need to start thinking about other options. はい、これいきます。まず We need to のところが We need、はい、We need、D の時点でこれはもうあの T の位置もカバーできちゃいますよね。 We need この時点で、T もカバーできるから、そのまんま、次の母音の音につなげる。 We need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 、はい、We need We need We need、はい、
こんな感じですね。でこういった機能語っていうのは全部母音が曖昧化するので、みたいな、ううとか伸ばさずにもうみたいなニュアンスになりがちです。 We need, w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 e need, こんな感じですね。でその次 start thinking about other options、 はい、ここいきます。 startで、T なんですけども、語尾のある語尾の T なので音を、まあ、発音しないわけです。 start T の位置に行くけどもそのまま音を、TH につないじゃう。 start thinking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  こうなる。 start thinking で thinking で NG なんですけどもよくこの NG の音は N で代用されたりとかします。 thinking about thinking about でもいいですし、thinking about thinking about thinking about 早く言うと、N の方が発音しやすかったりするので thinking about thinking about thinking about って N でこう NG の発音を代用したりとかします。 start thinking aboutそうするとここまでで start thinking about こうなりますよね。で、about の t が other の r と、重なって about 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 other about other about other ってこういう風につながってくる。 start thinking about other start thinking about other こうなる。で options options optionsOf の P はできるだけ軽く発音した方が次につながりやすい。Options, options, options、はい、P の位置に軽く触れればいいです。そんなに音は出さなくていいです。Options で全部つなぐと Start thinking about other options Start thinking about other options Start thinking about other options こういう風に発音すると、声をこう止めずに発音することが可能ですよね。 Start thinking about other optionsStart thinking about other options. Start thinking about other options. あとはそのリズムを置いていく。Start thinking about other options. Start thinking about other options. でこうストレスをまあ置いていくとこういう風になっていく。で全体発音すると We need to start thinking about other options. We need to start thinking about other options. でこういう風な発音になってくるわけですね。はい。で慣れるまではやっぱりこのシラボをで、こう口を動かしてまず慣れていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、発音 しづらいところ例えば thinking about、start thinking about other options 例えばここすごい言いにくかったら start thinking about other options ってこうつながった状態で一個一個の音をまず、つなげて発音していく練習をする。 start thinking about other options start thinking about other options start thinking about other options はい、でこの時にまあ音はっきりさせたい音っていうのはこの先頭の各セラボーのこの先頭にあるシーンですね。これらの音を、しっかりこう立てていくというかそういう風に、ここを基準にして発音していくと音がはっきり残りやすいです。 Start thinking about the こういう風に STHKNBDTH みたいな感じですね。 Start thinking about the options Start thinking about the options Start thinking about the options ってこういう風に、何回も言ってると言い慣れて割と速いスピードでも、こなれてきます。 We need to start thinking about other options. We need to start thinking about other options. We need to start thinking about other options. はい、こんな感じで、慣れてくるとスッと言えるようになってきます。はい、でここまでちょっと練習 していただいたらですね、もう一度同じシーンを、聞いてみてください。どうぞ。Do you want to talk about it?We need to start thinking about other options. はい、いかがでしょうか。結構聞こえ方変わったんじゃないでしょうか。まあ、今回のまとめいきます。まずその英語特にまあ American accent ですねはできるだけこう声を響かせたままフレーズ全体をつなげてこう発音するようにしてみてください。まあ、そうすることでですねその、リスニングにも効果が生まれてきます。なのでこう英語はそのフレーズの発音を覚えるようにぜひしてみてください。このフレーズ全体フレーズというのはその意味の塊のことです。ワンセンテンス全体ではなくて、start thinking start thinking about other options とかこういったあの意味の塊ですね。はい、それ単位でどういう風な発音になってるのかっていう、これを覚えていくと、有利に働いてきます。はい、いかがでしょうか。はい、まあ、こんな感じでですね、今回はこれで締めたいと思います。それではまた次回もお楽しみに。 See you next time. Bye.Dr. The English. 英語の声を作る発声トレーニングによりスピーキングとリスニングを飛躍させる英語発音専門オンラインスクール発音コース
ドクター D 認定の発音トレーナーによるオンラインプライベートレッスン、動画コース、ドクター D イングリッシュの公式テキストを動画で学べる実習用のプログラム、詳細は概要欄にて。